公職選挙法で禁止されている寄付に当たる可能性が指摘されています。自民党県連の政調会長吉永一代県議会議員が会長を務める吉永商会が地元水俣市のグラウンドゴルフ大会に協賛金5万円を支払っていたことが分かりました。大会は県議選の期間中の今月3日に開催されました。公職選挙法では候補者が構成員である会社が政党や政治団体以外の選挙区内の人に氏名を類推されるような方法で寄付をすることを禁じていて、県選挙管理委員会は会費や債務の履行でなければ協賛金も寄付に当たる場合があるとしています。吉永県議は寄付ではなく大会運営費という認識と寄付を否定した上で、法に触れるならば考え直したいとしています。